毎度、発球です。サラです。今回は、何やるんですか？今回は、ストームクロークが、攻めてきます。そして、今回はおふざけが多いです。バルグルーフ首長が味方の、兵士に、喧嘩打ってます。乱闘、殺し合い、最高です。じゃ、早速見てみましょう。足を食うってのも悪いな。お前と甘い言葉のことを。なんだ。ウルフリックをすぐにウィンドヘルムから追い出してやる。その時は奴の首を皿の上に乗せてやろう。ハイアルマーチは反乱軍と首都の間にある重要な緩衝地帯だ。ウルフリックはその破れ目を見つけて進軍を試みるだろう。ソリチュードの断崖から見事だな。実は存在すら疑っていた。何か問題はなかったか？行ってみたいですね。そうか。特使の提案に対して反応がちょっと遅かったかもしれないな。だが結局王冠は手に入ったのだ。さて、ホワイトランのバルグルーフ市長へ非常に重要なメッセージを届けてもらいたい。信頼できるものが必要だ。ウルフリックがホワイトランを攻撃するのに十分な兵を集めたらしい。信頼できる筋からの情報だ。だが市長は帝国軍からの援助を拒んでいる。この書状を読めば彼も気が変わるだろう。いいか、これには市長以外の者の目に触れてはいけない重要な情報が書かれている。命令を忘れるな。レイブンスカーホローの話は。皇帝のいとこのヴィットリア・ヴィキがもうすぐ結婚するらしい。披露宴は公開されてソリチュードの誰でも参列できる。何も問題ないか？すまない。友よ、神のご加護を祈っている。やつの部下を城に配置させろって話だろ。まったく、何度断ったらわかるんだ。なんだ、言ってみろ。なるほど。報告書は執政に渡しておいてくれ。馬鹿言うな。プロベンタスは俺の目だ。いいから、その手紙をこっちによこせ。一旦受け取ったら、あとはどうしようと俺の自由だろう。よし。これは面白い報告だな。プロベンタス、この事態をどう考える？ウルフリックがもしホワイトランを攻撃するつもりなら。全てのことについてお気をつけて。我々はここで見守っております。
獲物が待ってるわ。イリレスと同意見だ。行動の時だ。ウィンドヘルムに行くつもりなのか。ホワイトランの聖堂。私はバカじゃないぞ、プロベンタス。今も治癒士たちが傷ついた兵士の治療に専念しています。しっかりと意思を宣言するよう、ウルフリックに要求すべき時だ。奴はそんなことしない。彼はどっちかっていうとトリグには素直だったわ。トリグ？奴は単に男の子に近づき手にかけただけだ。あの少年はスカイリム上級王だったのよ。上級王ではない、少年でもない。ウルフリックが私の古いやり方の支配に挑みたいというなら好きにさせろ。だがおそらくあいつのストームクロークとやらを派遣してくるだろうがな。そうよ、彼はもう自身の強さは確かめた。そして今度は自分の軍隊の強さを確かめようとしてる。テュリウス将軍の要求について考えてくれないか。つまりもしウルフリック市長の機嫌を損ねるつもりなら。ウルフリックめ、でもプロベンタスの言うことにも一理あるわ。ウルフリックがそれをはっきりさせてくれた。彼の考えでは自分の要求に従わないことは帝国につくことと同じなのよ。部下の代わりに帝国軍の兵士を何人か死なせたところで何の問題がある？まるで臆病者だ。臆病だから白金協定を受け入れたってわけ？またこの話か。あれは状況が違った。条約の条件に反対する機会が与えられたか？なかっただろう。市長の意見など聞かれなかった。聞かされただけだ。文句を言う余地はなかった。金の入った箱は無事だ。まったく、これはゴールドの話じゃない。さあ決断の時よ。お待ちを。ウルフリックが本気なのか確かめてみましょう。おや、本気のようだな。だがこっちもだ。ようやくね。おいお前、我々の友、尊敬すべきウィンドヘルムの市長に届けてもらいたい伝言がある。この斧をウルフリックストームクロークに渡してくれ。スカイリムに来てどれくらいになるんだ？そうだ、その男に斧を渡せ。もしその斧を返してきたら決着をつけるべき問題があるってことだ。返してこないならお互い平和を保てる。互いに理解できる者同士が無駄に言葉を使うことはない。一人の戦士が別の戦士に斧を渡すという行動には単純な真実しか隠されていない。ウルフリックなら俺の言わんとすることがわかるはずだ。ああ、彼は危険で血に飢えた男だが、ノルドでもある。我々の伝統には敬意を払っている。落ち着いて行動すれば被害を加えられることはないさ。終わったらここに戻ってこい。ウルフリックの言うことがハッタリじゃなければホワイトランを守るために一人でも多く有能な者がいるからな。よしよし。なプロベンタス、ペンを取ってくれ。変な気を起こすなよ。良質な用皮紙もな。手紙を書くのですか？待ちを。ああ、トゥリウス将軍にだ。帝国軍を受け入れる前に少し明確にしておく問題がある。その手を近づけるんじゃない。
ここはひどく明るいですわね。剣に扶助をしてはもらえないか。あの男は真のノルドだ。来るだろう。発信は良くない。我々はソリチュードのスパイを捕まえた。何かな。早くしてもらいたい。本当か。いつ来るのかと待ちわびていたところだ。なんだこれは。なるほど、かようなことづてを携えて参るとは全く勇敢なことよ。だが間違った側につくとは哀れな。斧は送り主のもとに返して構わん。そして伝えるがいい。客人をもてなす用意をしておけとな。近いうちにホワイトランの町は大層な騒ぎになるだろう。帝国の甘い蜜を吸った首長たちが弱体化したことを民に示したかったのだ。今は我らの威信を取り戻す道を人々に示さねばならない。進歩には犠牲が伴う。殻を捨てねば麦は使い物にならぬのと同じでな。帝国と帝国を支持する主張は相当されねばならない。民が、私がそれを望むのだ。お前が思うよりも早くな。で、仲間じゃないなら敵とみなせ。まずはサルモールと奴らの操り人形どもを国から追い出す。そしてスカイリムにかつての栄光を取り戻すのだ。それが終わったら自治領に兵を進め、耳の尖った愚かな連中に人間が奴らの奴隷ではないことを思い知らせてやるつもりだ。理由？自分の故郷と家族を守る男に理由など必要ない。理由が必要なのはよそ者たちと帝国の方だ。独裁には反対だ。生き方や考え方、信じるものまでを他人に決められるのはごめんだ。俺はノルドの男だ。そしてスカイリムはノルドの故郷なのだ。俺はそのスカイリムの男に生まれたことを誇りと思っている。我々の歴史に恥じることなど一切ないとな。おしゃべりはここまでだ。彼ら全員が知っている。イスグラモルの都はもっとその大きいと思っていましたのよ。バルグルーフに対して強いフォース・ロダー、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 フォース・ロダー。さっさと始末してやろう。何か来てみんなまですぐ冒険に戦闘
フォース・ロンダー、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 フォース・ロンダって言っただろう。お前にはお前の、俺には俺の道具があるんだ。触っていないわよ。アンマーに足はついていない。鋳造器具の…ああ、せっかくだから、一路見ていかない？確かに。ああ、申し訳ない。ウィンドヘルムで働けるなんて素晴らしいわ。ウルフリックを間近で見られるもの。食事をするならキャンドルハースホールもいいけど、ニューグニシスコーナークラブもおすすめよ。食事をするならキャンドルハースホールもいいけど、ニューグニシスコーナークラブもおすすめよ。ザールザルに向かいましょう。楽しい演習になりそうね。私はここですよ。ザールザルに向かいましょう。楽しい演習になりそうね。
剣に不自由をしてはもらえないか。古い生蔵でバターも切れない。ホワイトラインの聖堂では今も治癒士たち、私は傷ついた兵士の治療に専念しています。一旦休息を取れ。しかし、カッカ。休め。パレーカーって外の壁、ドラゴンの研究のことで頭がいっぱいなのよね。敵は透析機を持っている。ドラゴン、くそ、透析機なんてどこで手に入れやがった。町の壁はすでに崩れかけている。石膏によれば、敵は炎を積み込んでいるようだ。では、あいつの望みは俺の町か。壁は無傷のまま。兵士たちは炎の中で戦うことになりそうだ。私の部下は何も恐れない。心配なのは帝国軍の未熟者でも。望むなら兵士らと共に立ち去るな。 いや、もちろん違う。ただ、私をがっかりさせないでくれ、シピス。この炎と戦うためには防水帯が必要だ。すでに対処済みだ。君たち帝国軍は有能だ。それは認める。到着まであとどれくらいだ。長くはない。辺境の地に隠れている。くそ、何をズズズしてるんだ。カッカ、なんだと。奴らが移動しています。もうすぐゲートに到達しそうです。なぜすぐにそう言わなかった。近寄るな。疲れました。さあ、いよいよだ。ストームクロークがいかほどのものか知る時が来たぞ。兵士たちはすでに門に集結している。行くのだ兵士たちよ。噂を広めるのだ。さあ行け。オブリビオンが彼らを連れ去る。哀れな奴らを一人残らずな。お前は斧を持って戻ってきた。それがあいつの答えだろうとは分かっていたよ。お前が出かけてすぐにテリウス将軍に連絡をした。将軍は兵の一部とシピウス特使をこちらに派遣している。ウルフリックには我々の連合軍を突破してもらおうか。帝国軍のところにお前を戻す。シピウス特使の役に立つだろう。神のご加護が皆にあるように。もういいか。町を守る仕事があるんだ。気をつけろ。当ててやろうか。誰かにスイートロールを盗まれたかな。ストームクロークが山ほど来た。前線に行け。ついにこの時が来たぞ。町を守るんだ。急げ。気をつけて。
って重要な日になる。おお、アケリン。ウルフリックストームクロークと彼を支持する反政府側の市長にメッセージを送る日が来た。この馬屋のそばに隠れてるわ。死んでしまえ。望みか？この程度か。この馬屋のそばに隠れてる。ああ、出血してるみたいだな。暴れな奴だ。生きてたのか。死んだと思っていたよ。今日はこの勝利を祝い乾杯しよう。神々でさえ名誉を喜んでおられる。お前たちの勇気と技能はすでに歌われている。ソブンガルデの間はきっとお前たちへの称賛が鳴り響いている。ストームクロークという反逆者に打ち勝つ中で相手の大義が空っぽであること、お前たちの心が満ち足りていることを証明してくれた。ホワイトランド市民はこの恩を生涯忘れない。そして我々一人一人がこの暴動と戦い続けなければならない。命を落とした仲間の死を無駄にしないためにも、この血に飢えた獣が我々の土地をさまよい歩くのを黙って見逃す。その調子だ。私からの感謝と祝福がお前たちと共にあるように。ホワイトランのために、帝国のために。ほら、オールアゲイン。心臓をえぐり出してやる。燃えちゃえばいい。ショール、いないな。フォース、
オス、ロダー。いないな。オス、ロダー。ストームクロークという反逆者に打ち勝つ中で、相手の大義が空っぽであること、お前たちの心が満ち足りていることを証明してくれた。ホワイトランド市民はこの恩を生涯忘れない。だがウルフリックはここで止まらないだろう。いや、帝国に忠実であり続ける真のノルドに対して今後も攻撃を続けるだろう。ありとあらゆるところで不和と混乱の種をまき続けるだろう。そして我々一人一人がこの暴動と戦い続けなければならない。命を落とした仲間の死を無駄にしないためにも、この血に飢えた獣が我々の土地をさまよい歩くのを黙って見逃し、我々の名誉を失うようなことがあってはならない。その調子だ。私からの感謝と祝福がお前たちと共にあるように、ホワイトランのために、帝国のために。フラー、生きてたのか。死んだと思っていたよ。殺した数はこっちの勝ちだ。数えていたんだ。まだ耳鳴りがするか。すぐ消えるだろう。色が明るくないか。全てが大きく見える。おかしいな。重要な役割を担ってくれて何よりだ。ホワイトランに腰を落ち着けてくれたら光栄だ。プロベンタスと話してくれ。必要なものは彼に揃えさせる。もういいか。町を守る仕事があるんだ。ちょっと、面倒は避けろよ、インペリアル。そうか、少し呪文が使えるんだ。ここは感心するべきだ。油断は禁物だ。市民よ、家に戻って扉に鍵を。交渉できるなんて思うなよ。ウルフリック信川を殺すのが間違いだ。ストームクロークが間もなく到着するぞ。急げ。中に入って扉に鍵をかけろ。あのブレイスって子。おい、危ない。サラさん、いかがでしたでしょうか。なかなか面白かったです。次回が楽しみです。それは良かったです。ではでは、また。